きです。そしてちゃんまるです。ということで本日はですね、なんと新しく中古でマンボをゲットしましたので、以前動画であげたこちらのインジェニエティの赤ちゃんのお椅子とこちらのマンボのですねベビーソファー、どっちがいいのかっていう比較をですねしていきたいと思います。イエーイ。ということでですね、まずですね値段はどうなってるのかということからいきたいと思います。まず参考にですね、こちら Amazon の方で調べましたところですね、こちらのバンボベビーソファーはこの本体とベルト込み込みでお値段が6,293円、プラスこちら別売りでね、このテーブルも販売しているんですが、こちらのテーブルの価格が単品で1,926円ということでですね、まあ合計すると8,000円ちょっとですね。この机とベルトと椅子3点セットで8,000円ちょっとするんですが、対してこちらのインジェニューティはですね、 Amazon 価格で5,936円、価格の内容がこのベルトついてて、この中のね椅子と外の椅子、そして下に机が入ってるのでテーブルも込み込みで5,936円です。でね、ちょっとチャンマルがのせろと言ってるようなので、はいはい、すみません。チャンマルはね、いつもじゃじゃーん、こんな感じでインジェニューティを使っていまして、チャンマルね、よく反ってしまうので、後ろにね、スポンジでできた100均のやつを本当はね、なんか角とかに貼るやつなんですけど、それを椅子に貼ってチャンマルは使っていますね。でですね、こちらのバンボなんですが、まずねメリット、バンボのメリットはなんといってもこの素材がね柔らかいので、こっちのねプラスチック、すごい硬いプラスチックと違って、ここもねすごい柔らかくできているので、あの反ったりとか、赤ちゃんが反ったりしてここに当たっても多分柔らかいので、そんなにあの傷ができたりってことはないと思うんですけど、こっちはねちょっとその代わり素材が硬いので結構後ろにガンって行かれてしまうと頭打っちゃって危ないとかっていう心配があるかと思います、そしてですね、マンボウ買う際に一番気をつけてほしいことが、こちらのねこの足が入るここの狭い部分なんですが、こちらね実際にメジャーで測っていくと、なんとねこちら4センチしか幅がないんですよ。この一番広いところで8センチ弱ですね、一番広いところで。でチャンマルをですね買ってすぐ乗せてみようと思いまして、ババーンって乗せたんですけど、なんとねチャンマル見てわかるようにこんな感じでもうすっぽりはまってしまってですね、ここのね膝のところがちょっと太かったみたいで、広げればなんとか入るんですけど、ここのねお肉がね挟まった状態になってしまうんですよ。はい、すいませんね。ということでね、ちょっとちゃんまるさんにはちょっと使えなかったということで、買ったのにね残念な結果になってしまったんですが、ここがね本当に幅が4センチとね狭いので、ぜひですね購入の際はちょっと赤ちゃんのねこの膝のところの幅ちょっとよく見てもらって、あとねもしねあの乗ってから買えるっていうあの見本品が置いてあるとか、ぜひ赤ちゃんを実際に乗せてみてください。あの本当に買ってからねあのちゃんまるみたいに乗れなかったっていうと結構ねお金も無駄になってしまうので、ぜひちょっと乗ることをおすすめしたいと思います。そしてですね、まあ、バンボとインジェニューティ何が違うかっていうと、あとはこのねもちろん足の形状も違うので、多分バンボの方がちっちゃい子向け、ちっちゃい子用、多分1歳とかまでだと思うんですけど、1歳2歳まで乗れても2歳までだと思うな、多分きっと、ちょっと詳しくは後で検索しますが、多分バンボは1歳までぐらいを目安にしたものだと思います。こっちはね幅がすごい広いので、長くインジェニューティの方が長く使えると思います。
そしてこのねインジェニティの魅力は下からねテーブルが出せるので、テーブルのね保管場所に困らなくて済むっていうメリットがあります。こっちのバンボの方は別売りなので、ここでつけるときは一体化して邪魔にはならないんですが、保管しておくときはこれがねちょっと別の場所に保管しないといけないので、ちょっとねスペースを取ってしまうかなというふうに思います。はい、ちゃんまるさんどうぞ。よいしょ。ということでね、まあバンボのメリットとしてはやっぱりここのね素材が柔らかいので安全っていうのがメリットがあるんですが、まあねちょっとデメリットで言うと、この素材がですね、あの日焼けとかをしてしまうみたいで、長年のね劣化とかで色がね剥げてしまったりとかするみたいなので、個人的にはですね、まあバンボよりもインジェニティの方が長く使えるので、もしですねこれから購入を考えているという方がいらっしゃいましたら、個人的にはこちらのインジェニティの方が長く、そして使いやすいのではないかなというふうに思います。ぜひですねバンボもし買うという方は、本当にこのね幅がとっても狭いので、それだけねちょっと注意して、ちゃんと赤ちゃんが入ることを確認してから購入することをお勧めしたいというふうに思います。ということでですね、まあ、個人的ミルキー的にはこちらのインジェニティを押していきたいというふうに思います。ちゃんまるさんがちょっとそろそろ機嫌が悪くなってきたので、以上で終わりたいと思います。ということで本日はミルキーと機嫌の悪いちゃんまるでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんまたね。バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価を、そしてまだチャンネル登録がおすすめでない方はこちらからチャンネル登録